はい、皆さんこんにちは。今日はエルゼミの、ガイダンスということでレック専任講師の阿久津がご案内いたします。と私はエルゼミの日曜日ですね、夕方梅田駅前で、毎週担当をさせていただきます。よろしくお願いします。今年はですね、コロナの影響で担当試験、論文試験ともにスケジュールがだいぶ後押ししたということになっています。で、来年の、本試験の日程はまだ発表されていませんが、おそらく、コロナが落ち着いていれば例年通りのスケジュールで行われるんじゃないかなというふうに思っています。で、そうすると、本試験11月の8日論文本試験ですけども、その次回までの間がぐっと短くなってくるということになります。ですので、今年論文試験を受けられた方というのはそのまま知識を維持したままとか、出力を維持したまま来年の本試験に臨んでいけるのかなというふうにも思います。はい、ということなのですが、その論文試験の間ですね、半年ぐらいをどうやって過ごすかということになるかと思います。で、コロナなのであまりその対面の授業というのが少なくて、ほとんどがウェブとか、いうことになってくるのかなというふうに思います。ただやっぱりそのオンラインで授業を受けたりとか、オンラインでその説明会を聞いたりとかいうことになると、こう理解の伝わり度が全然違ってくるということが、日々のご経験でお分かりかなというふうに思います。やっぱりそのオンラインはね、繰り返し聞けるというメリットはあるんですけど、その質問を即座にできなかったりであるとか、講師の側からしてもその皆さんの顔色を見てですね、今のところ分かってないなと言って追加説明をしたりとか、そういうことが非常にしにくいという状況にあります。ということですので、何か一つですね、その対面でできる授業が欲しいなというふうに感じておられる方多いんじゃないかなというふうに思っています。その点ですね、エルゼミは今回も対面で授業を行っていきたいというふうに思っています。ということですので、論文試験の対策としてぜひエルゼミをご選択いただけたらいいのかなというふうに思っています。で、私もうエルゼミを担当して12年ぐらいかなになります。で、毎年必ず合格をされて卒業されていく方見送ってまいりましたが、このエルゼミっていうのは非常によくできていて、全大体25回ぐらいですね、今年ちょっと少ない目ですが25回ぐらいでですね、論文試験で必要な条文のところを大体網羅してくるということになっています。で、エルゼミを全てこなしてですね、そこで出てくる条文であるとか趣旨であるとか判例である、この辺を全てこなしていくということができればですね、ほぼほぼ本試験点数が取れてくるというふうに感じています。で、なかなかね、その論文試験の勉強範囲どこまでやったらいいのかなとお悩みの方多いかと思うんですけれども、こんなふうにレックがですね、東京の本部を中心としてあらゆる論点が網羅されるように問題の設計をしていますということですので、これを受けていただいて全部こなせばですね、合格に必要な力が身につくというお得な、コースというふうに考えていただいていいのかなと思います。はい、それですね、担当試験まだ合格されていない方含めてですね、ぜひこの講座を取っていただければいいのかなというふうに思っています。で、エルゼミは関西は、江口講師と私2名で担当させていただきます。ご都合の良い時間帯に会う方でご参加いただけたらいいのかなというふうに考えています。はい、ではですね、エルゼミ初めての方いらっしゃると思いますので、どんなふうに進めるのか若干説明させていただきたいと思います。エルゼミっていうのは毎回ですね、答案練習ですね、普通の論文試験と同じ問題を同じ本試験と同じ時間で解いていただきます。はい、問題の答案を作成していただいて、それが特筆だと2時間で、意匠書評だと1時間半ということになります。で、これを解いていただいた後、授業が1時間半あるという感じで進めます。で、その、答案練習の後ですね、皆さんから、書き終えた答案用紙をいただいてですね、で、次の週までに私が全員分採点して次の週にお返しすると
ということを続けています。はい。でまあ、その授業を何するのかということなんですけど、例年であればこの机ですね、机椅子をこうロの字にしてですね、で講師もその中に輪の中に入って一緒にお話をします。でお話は大きく分けて2つあります。で前半部はその日に解いていただいた問題の振り返りですね、問題文を読んで問題文のどこを読めばこの答案の構成が浮かぶのかということの振り返りをします。はい。でその後半部分はですね、前回の問題の公表をします。はい。で前回の問題の公表というのは、その私が添削をした結果ですね、皆さんがこの辺が分かってなさそうだということであるとか、書き方がちょっとまずそうだというところをですね、解説するというところになっています。はい。でその順番はその先に添削結果を説明したりであるとか、まあ、先に今回の今日の問題を解いたりだとか、まあ、それは適宜その時に応じて変えるかもしれませんけど、大きく分けてその2つをしますということになります。はい。でまあそれをもう1時間半かけてですね、まあ、授業をして、でまたその授業の結果を復習していただいて、また次の予習をする、あの次の回に臨むということになります。でもしですね、あの論文試験まだ1回も受験されていない方であるとか、でもしくは受験はされたんだけどもまだちょっと書くのに自信がないというような方はですね、 L ゼミの問題、割と本試験に近いぐらいのレベルで出してきますということなんで、何も書けなかったりであるとか、まあ、予習をどこを勉強したらいいのか分からなくなったりであるとかいうことになるということになりますんで、まあ、それだと若干効率が悪くなりますというわけなので、そういう方はご希望いただければですね、前週にどこの条文の論点が出ますよということをお伝えします。で個々にお伝えしますので、まあ、その範囲だけ予習してきていただくということになります。でこういうふうに勉強した方が、まあ、全然予習の範囲が知らされてない場合に比べると知識の習得度合いが高まって、効率的に知識とか書く力を身につけることができます。なので、まあ、ベテランである方とか、まあ、そうでない方関わらずですね、まあ、最初のうちは論点を事前に教えてもらうような体制で臨まれたらどうなのかなというふうに思っています。はい。ということで、まあ、あの事前に教えてもらった論点を勉強していくということになります。でどうやって勉強するんですかということになりますけど、この勉強については論文試験というのは大きく分けると3つあの問題の形式がありまして、まあ、1つは事例問題ですね。であと一行問題というのがあるんですけど、一行問題も単に趣旨を述べる問題で、もう1つは関連する条文を挙げようというような一般問題というの、まあ、大きく分けると3種類あると思っています。はい。で得点のおおよそ 75% ぐらいを占めているのが論文試験の事例問題です。はい。まずはこの事例問題をカチッと書けるように実力つけていくということが、まあ、この論文試験を突破する最大の秘訣になっています。はい。でこれをどうやって身につけるのかというと、その先ほど申し上げているその予習復習のところですね、ここで身につけるんですけど、家で何をするかということですね。で私の授業ではクラスではこの1回目にそういうミニ問といってですね、各条文のちっちゃい問題と答えをセットにしたもうそういう問題集といいますか、テキストを渡しをしています。もうこれはもう10年来ずっと渡しをしている冊子ですけども、でこれを使ってですね、次回出るよと言われている条文についてこう書いてくると、文章の書く練習席でいただくということになります。はい。でですね、あのこれをしてきていただくと、事例問題でこう文章でこう問題が出てますね。でこの29条の2の拒絶理由を書けという答えが分かったら、あとは予習してきた文章をそこに書くということで点数が取れてくるということになります。なのでまあ予習としては、そのあらかじめ教えてもらっている条文のそのブロックですね、文章ブロックを書いてくるということになります。で実際書きますけど、まあなかなかその通り書けないということになりますので、まあ、その結果は私の添削の赤ペンでここはこうまずいんだということを指摘します。でそれに基づいてもう一回復習の時に書いてもらうということですね。
これを繰り返していくうちに、まあ、拒絶有利の条文であるとか、まあ、侵害訴訟の公弁の、条文であるとか、まあ、そういう系統の、まあ、決まったこうパーツはだいたい欠けてくるようになります。で、本試験で必要な力のほとんど、先ほど 75% と申し上げましたけども、それはもうそこのブロックの各力ということでほぼ決まってきます。ですので、とにかくエルゼミでこの教えられた論点について事前に各練習をしてきて、本番で書いてみてダメだったところを直すと、このサイクルをずっと20回以上こう繰り返していただくことによって、そこの、事例問題に対するもう論証力ですね、でこの力が十分に身についてくるということになります。はい、でこれをとにかく丁寧にきちんとやった人は、まあ、エルゼミずっと通してだいたい真ん中の時期に来ると、だいたいその、クラス内の真ん中より上の方に上がってこられるということになります。はい、これを真面目にやるかどうかということで、実力が決まってきますので、それをぜひ実践していただければいいと思います。はい、でそれで論証力がつくんですけども、あとはですね、肝心の答えですね、その何条の答えを書けばいいのかという、こう答案構成ができないというところがあるかなというふうに思います。はい、その答案構成力をつけていくというのはもっぱら授業の中で行っているということになります。はい、でこれはね、いかに問題文の重要なところの読み方、いかにそれを読み込むかということにかかっています。でやっぱりね、何を問われているのかということをしっかり把握することが論文試験では一番大事でして、そんなことは当たり前だろうと言うんですけど、なかなか捉えにくいということになります。でその捉えるコツっていうのをずっと授業でお伝えをしていくということにしています。でこの2つによって大体事例問題解けていくということになります。はい、で残る 25% のところですね、でここが趣旨であるとか、先ほど申し上げた一行問題のところということになります。はい、でこれはですね、初回にお配りする、まあ、趣旨と判例のブックあります。ここが重要ですよという趣旨と判例を集めた冊子ですね。でこれを順次ご自宅でやっていただくということになります。はい、でこれはね、直前期になって慌ててやってもダメなんです。で半年前からこうずっと継続して、で何回か繰り返してやると、もう忘れない程度に頭の中に残って、実際の文章も書けるという状況になりますけど、その1週間2週間で全部覚えられる量ではありませんので、やっぱり半年間ずっと計画立ててやっていただくということが必要かなというふうに思っています。まあ、その意味でエルゼミはその計画のペースメーカーとして使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。でエルゼミの毎回ですね、最後の授業が終わった時に、趣旨ですね、趣旨の問題を、その場で書いてもらう趣旨の問題を出します。でそれはランダムに出すんではなくて、一応毎週、来週はこの5題について出しますよって5つぐらいのテーマを指定してですね、で予習をしてきていただくということになります。でその中から1題その場で書いていただくということを続けます。でこれによってこう広い範囲の趣旨をずっと毎週毎週刻んで学習していただけるということになりますので、終わった頃にはだいたい一通りやり終えたなということになるかなというふうに思っています。で最近判例の出題割合が低くなっているので、あまり判例には力を入れていませんが、まあ、そこはお渡しした冊子でご自宅で、まあ、学習していただくということになろうかなというふうに思います。ただしエルゼミの中では出題頻度が高そう、可能性が高そうな判例というのをピックアップして問題の中に織り交ぜてますので、授業の中ではその判例についてのしっかりした理解をお伝えしていくということにしています。まあ、こんな感じで授業をずっと進めていきます。で私の授業のまあ特徴ということなんですけども、まあ、例年であれば生徒さん同士で議論をする時間というのを、設けてお互いの理解を深め合うということをしていたりしました。でこれはですね、やっぱり人にものを教えるというためには自分がしっかり理解してないとできないですね。で実際に人に説明し始めると、いかに自分が分かっていなかったかということが露呈します。でその過程で必死でその分かっていないところを調べたりとか、その
分かっていないところどうだったのかで考えてみたりとかすることになりますので、それで本物の知識とかついてきます、ということを狙ってやっていました。まあ、今年はですね、コロナが収まってくれば、まあ、それも再開したいなというふうには思いますけど、ちょっとお近くの人とお話しするというのは、まあ、無理かなというふうには思っています。はい。まあ、私の、ゼミの特徴のもう一つが採点ですね。で、採点は、まあ、皆さんにハンペラと言っていただいているんですけど、答案用紙の左上隅にホッチキス止めでこう、得点表をつけています。で、これは 2,3 点刻みの非常に細かい点数表になってまして、まあ、それが答えられているかどうかで、まあ、それぞれ2点3点の点数配分をしているというものですね。で、これを使ってですね、復習に使って活かしていただくということです。で、復習の時に全部の範囲をね、もう一回書き直すというような復習は若干効率が悪いということですね。やっぱり書けなかったところを重点的に何回も書く方が絶対実力は上がります。で、ということですので、その採点表、ね、細かいチェックシートを見ていただいて、こことここは点数が取れてないよというところを書き込んでいただくということになります。はい、そういうふうにして使っていただくということですね。で、あとはね、皆さん本試験になると全部の問題をきちんと全部回答しようというふうに頑張られるんですけど、実際はですね、大体5割強ですねの点数が取れれば合格できると言われていますということですので、全部ねびっちり答える必要ないんですよ。で、ここの論点だったらね、別に落としてもいいやってやつ必ずあります。で、ゼミの間でもね、それをしっかり判断いただくために、その採点表を使っていただいて、私はこことここがこう点数がついてませんねということが分かったときに、ここだったら私取れたよというところがあると思うんですね。はい、でもここはいくらなんでも思いつきもしないし、何やったら知識もありませんでしたというようなところは、まあ多分他の人も大体解けてないということになるので、まあ、そこのところは置いといて、もうちょっと頑張ったらとか、ね、書き方が荒くて点数が取れなかったよというところを重点的にもう一回復習で書き直していただくということをしていただくと、まああまりそういうニッチなところのね問題とか論点にとらわれずにですね、標準的な知識をつけて本試験突破できるんじゃないかなというふうに考えています。はい。で、あとはですね、ゼミのいいところはやっぱり私とその講師とね、生徒さんとの皆さんとの距離が近いってことですね。で、終わった後も割と皆さん質問を持って来られます。はい。で、質問は別にゼミの中の問題だけじゃなくて、こう担当試験の時のこう条文のこれはどうなんでしょうかとか、で、まあひどい人であれば他の受験機関の論文の問題もできてね、質問される方もいますけど、そういうことも全然時間の許す限りご対応させていただいてて、まあ、そういうことを通じて皆さんの理解が深まるのであれば、一緒に頑張っていきたいなというふうに毎年思ってやっています。はい。ということですので、まあ、皆さんとの距離の近いこの L ゼミのね、コロナの間ではありますけども、ぜひ今年もやっていきたいなというふうに思っています。それで来年のおそらく6月末にはですね、まあいい状態で論文本試験を迎えればいいのかなというふうに考えています。はい。それでは私の説明を終わります。